AWS 認定試験デベロッパーアソシエイトサンプル問題シリーズ、今日は第4問目をやっていきたいと思います。では問題文から読んでいきます。ある会社が AWS アカウントの REST API に Amazon API ゲートウェイを使用しています。デベロッパーは別の AWS アカウントの IAM ユーザーのみに API へのアクセスを許可したいと考えています。これらの要件を満たすためにデベロッパーが取るべきステップの組み合わせは次のうちどれですか。2つ選択してください。まず1つ目、 IAM アクセス許可ポリシーを作成する。ポリシーを各 IAM ユーザーに添付する。 API メソッドの許可タイプを AWS アンダーバー IAM に設定する。署名バージョン4を使用して API リクエストに署名する。 B、 Amazon コグニートユーザープールを作成する。 IAM ユーザーをユーザープールに追加する。API メソッド認証タイプをコグニートユーザープールズに設定する。コグニートで IAM 認証情報を使用して認証する。 ID トークンをリクエストヘッダーに追加する。 C、 こちらもコグニートアイデンティティープールを作成。 IAM ユーザーをアイデンティティープールに追加。 API のメソッド認可タイプをコグニートユーザープールズに設定。コグニートで IAM 認証情報を使用して認証する。アクセストークンをリクエストヘッダーに設定する。D、 各 IAM ユーザーのみにアクセスを許可する API リソースポリシーを作成する。 E、 API 用の Amazon コグニートオーサライザーを作成して各 IAM ユーザーのみにアクセスを許可する。 API のメソッド認証タイプをコグニートユーザープールズに設定する。こちらから2つになります。はい、ちょっと改めて問題文を整理していくと、 AWS アカウント REST API に API ゲートウェイを使っています。でこれ大事なのはここからなんですよね。デベロッパーは別の AWS アカウントの IAM ユーザーのみにアクセスを許可したいんですよね。なのでこれが一番大事かなと思います。で別のアカウントの IAM ユーザーがいるのでそいつを許可しなきゃいけないですと。でちょっと B と C がコグニートの話がまず出ていて、コグニートのアイデンティティープールを作成するっていうところがあるんですけれども、アイデンティティープールにちょっと私が覚えてないんであれなんですけど、なんか IAM ユーザーの入れるっていうのはなんかできなかった気がするんで、認証の方法がなんかちょっと違うんじゃないのかなっていう気もしています。で IAM ユーザー自体は別の AWS アカウントに認証されているので、その認証した後に API でアクセスができればいいんじゃないかなっていうふうに見えます。なので D、 各ユーザーのみアクセス許可する API リソースのポリシーを作成する。多分 IAM にリソース許可ポリシーを書くみたいな感じかなと思います。で A もちょっと近いこと書いてあって、 IAM アクセス許可ポリシーを作成してポリシーを各 IAM ユーザーにアタッチすると。でその API のメソッド許可タイプを AWS IAM に設定して署名バージョンして API リクエストに署名すると。なんか若干 A っぽい感じはするんですよね。許可ポリシーを作って、要はアカウントをまたいでアクセスを許可するみたいな設定に見えるので、多分一つが A なのかなと思ってます。でコグニとなんか違う気がしてるんで、それで言うと A と D なのかなっていう気がしますね。あでも同じことをやっている気がしますよね、 A と D で。ごめんなさい、 IAM ユーザーに関する話をしていて、こっちも IAM ユーザーなんで、ってなると A と D のどちらかで多分 A に見えるので A ですと。で BCDE の中の一つってなると、ユーザープールの中になんか IAM ユーザー入れるっていうのができなかった気がするんで、コグニートを使うとしたら E なんじゃないのかなっていう気がします。なので答えはおそらく A と E なんじゃないのかなと思っています。はい、では答えをこのまま見ていきたいと思います。あ、A と D でした。はい、普通に間違ってましたね。リソースポリシーは署名バージョン4を使用してある AWS アカウントの API アクセスを別 AWS アカウントのユーザーに許可できます。まあ、リソースポリシーを使って別の AWS アカウントに API アクセス許可するということができるというわけなんですよね。でこれ多分もう暗記案件だと思うんですけれども、署名バージョン4を使用しなきゃいけないっていうのがポイントになるかなというふうに見えますね。この問題だと、まあ署名バージョンって書かれてる文言は一つしかないのであれなんですけど、もし引っ掛け問題的に署名バージョンいくつみたいに書いてあった時とかは、4がこれは適切になるのかなというふうに見えます。で D ですね、これ A と D が似たようなことを言っていると思ったんですけど、多分違うんですよね。IAM ユーザーのみにアクセス許可する API リソースのポリシーを作るって書いてあるんで、そうですね、ポリシーの中身を作るっていうことだと思うので、だから A と D を組み合わせるっていう感じになって2つになるっていうところになるかなというところですね。
はい、というわけで今日はデベロッパーアソシエイトサンプル問題第4問目を解いていきました。次回第5問目やっていきますので、ぜひ来週もよろしくお願いします。最後までご視聴いただいてありがとうございました。